ほしいんだな。任せろ。千眼老子揺るぎない。ありがとう旅人。見回りが終わったら俺も合流する。守衛はこの辺りで活動してるみたいだ。足跡がここまで。あそこに遺跡守衛がいるぞ。我が命を聞きたまえ。判決を下す。知ってる？そう、毒眼坊は超強いんだ。悪いやつは逃がさないし。毒眼坊？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユエのおもちゃ研究所にいて、毒眼坊はそこで生まれたって。お兄さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。おい、オイラはおもちゃじゃないぞ。ご苦労さん。何か、おや、この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械ってこんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒眼坊は正義の味。毒眼坊？お兄さん、毒眼坊の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだよ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。が悪いやつを追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所がわからなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時ははい。お、なんだ、重いぞ。これは
お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これでスネージナヤからリーユエまで来れたのか。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お兄さん、ありがとう。じゃあ、僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守するしかなさそうだな。でも、どこを探せばいいんだ？スネージナヤと関係がある。あ、そうだ、帰宅にぎ、もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。ギルドにはまだ。皇子様、それはよろしくないかと思います。一回だけだしいいじゃないか。ギッ、こいつもいるのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。この声、まさか。ああ、テウセルだ。兄ちゃんへのサプライズかい、テウセル。スネージナヤに戻らないと会えないと思ってたよ。トーニャ、それからアントン、みんなはどう？元気かい？みんなお兄ちゃんに会いたがってるよ。トーニャお姉ちゃんは毎日お兄ちゃんの無事を祈ってた。待って、テウセル、どうやってリーウェイに来たんだい？連絡も何もなかったぞ。お兄ちゃんが乗ってるかなと思っておもちゃ売りの船に乗ったんだけど、船を降りた後歩いてたら毒眼坊に遭遇したんだ。毒眼坊が悪いやつを追い払って、それからこのお兄さんと一緒にここに来たんだ。なんか兄弟揃ってモラをくれるんだな。危ないぞ、テウセル。会えたのは嬉しいけど、もうこういう危ないことをしないと兄ちゃんと約束してくれ。あ、わかった。お兄ちゃん、ごめんなさい。怒ってないよ、心配してるだけだから。それにこの二人じゃなかったらもっと危なかったぞ。ちゃんとお礼は言った？うん、ちゃんと言ったよ。やっとオイラたちに気づいたのか、お兄ちゃん。ごめんね、家族はいつだって最優先だ。どうか分かってほしい。それに今は敵対する理由もないし、立場上の問題は一旦忘れてくれよ。俺たち仲良くしてたじゃないか。あの件に関して俺たちはただの駒に過ぎない。後片付けは対局をしていた当事者に任せよう。俺が気にしているのは俺たちのあの一戦だけさ。なんだ、もう一度やるのか。このタルタリア、前と違って次は簡単に負けないよ。おい、今からやるのか。今回はいいや、子供の教育に良くない。喧嘩？
お兄ちゃんはこのお兄さんと仲悪いの？まさか。もう一度礼を言うよ。弟を送ってくれてありがとう。俺にとって大事な家族なんだ。そういえば聞きたいんだけど、テウセルのお兄ちゃんはおもちゃ販売員だよな。でもお前はファデュイ。ああそれは。し、子供にとっておもちゃ売りは人気のある仕事だろ。それに家族にはファデュイ、国の闇に触れてほしくないんだ。俺が女皇に使われていることを知ってる家族もいるけど、末っ子のテウセルには。俺はスネーシナヤで一番人気のおもちゃ販売員、今はリーユへのおもちゃ研究所に所属してるんだ。わあ、お兄ちゃんすごい。毒眼坊の相棒だもんね。テウセルの前では会わせてほしい。頼む。そうだエカテリーナ、回収の件今から出発するから。逃げようとしてるじゃないか。しかし皇子様に借金回収をさせるなんて、それは仕方ない。賭けであのデッドエージェントに負けたんだから、体を動かしてくるよ。おもちゃを売りに行くの？ああテウセルと一緒にいたいけど仕事があってね。このお兄さんに相手してもらおうか。お前んちの家政婦か。うん、このお兄さん好きだよ。それに一緒にいてくれる。うん、テウセルは君のことが好きだって。それに一緒にいるって指切りしたらしいね。頼んだよ。あとこのモラを受け取って、活動資金としてね。テウセルにリーウェイを案内してあげて。何かあったら俺は聖教ラ付近の川辺にいるから。ではまた。しばらくあいつの弟と一緒にいるか。ねえ。ふむ、おもちゃ屋に行ってみるか。あれ、あの色とりどりの羽みたいなものって何？タコだよ。リーユエで大人気のおもちゃだ。珍しいお客さんだね。その服、スネージナヤから来たのかい？へへ、そうなんだ。このタコっておもちゃはどう遊ぶの？風が吹いている時にそれを空に飛ばすと高く飛ぶの。わあ、すごいね。毒眼棒柄のタコはないかな。毒眼棒ってみんなに知ってもらいたいから毒眼棒を飛ばしたいんだ。オーダーなら受け付けているけど、でも図面が。僕が描いた毒眼棒でいい？ずっと持ち歩いてるんだ。それならやってみよう。でもオーダーメイドは高いけど大丈夫かね。講師からもらった活動資金があるから大丈夫だぞ。ま、またでも無駄遣いは良くないな。だから活動資金だけど、残ったお金はとにかく値段交渉しようぜ。
その値段なら、問題ないよ。オーダーを受けようかね。ありがとう。任せなさい。次は万民堂に行ってみようか。せっかくリーユイに来たんだし、美味しいものを食べないと損するぞ。いや、3名様かな。このレストラン、なんかすごい匂いがする。すごい匂いなあ。この万民堂定番の激辛料理のものかな。激辛？でも僕辛いの苦手。それは残念だ。辛いのが苦手なんて人生の半分を損してるぞ。そんなにか。あと砂糖をいっぱいに入れて特製初絞りの植物オイルじゃないとダメなんだ。お坊ちゃまだ。万民堂の料理は口に合わないだろうな。場所、注文はそれだけか。他には。あ、お師匠、それって。万民堂の料理はみんなの口に合うからこそ万民堂なんだ。それくらい満足させることができなきゃ、このウー師匠も料理人失格だよ。料理人の執念を感じる。じゃあウー師匠に頼んでここで食べるか。うん。先に言っておくが、コース料理のカスタムは通常料金より少し高くなるぞ。もちろんルリ亭や新月軒ほど高くならないが。有料のカスタムが流行ってるのかな。でも値段に関しては、ひひ、交渉させてほしいな。乗った。食材の準備をしてくるよ。やったー、楽しみだな。好きな席に座って、すぐできるからな。うー、甘すぎる。もう飽きた。僕はちょうどいいかな。この味はトーニャお姉ちゃんの料理とそっくり。でもリーユエの料理をテウセルに食べてもらうために来たのに、なんか違う気がする。まあいいや。次はどこに行きたいんだ。不当がいい。お兄ちゃんのことで頭いっぱいだったから、まだ不当をよく見てないんだ。ああ、確かにリーユエ校の不当は面白いかもな。さすがリーユエ人。もう少し我慢。あー、広いし賑やかだね。ここの波はずっとこうなの？凍ったりしないの？リーユエの気候だと凍結することはないと思うな。今までは旅人のガイドだったけど、せっかくだからテウセルにも説明してやるぜ。ここはリーユエのビジネスの要所で、貿易を中心に発展するリーユエ港は七国最大の貿易港なんだ。商船の他に漁船や貨物船もたくさん、寄港して、その物資の補充とか、それも港の積み下ろし量の、途中までしか暗記できなかった。
オイラの言葉で説明するとだな。そう、この港はテイワットの口みたいなもんだ。各国の船はみんなこの口に入る。その後、港は船や貨物を食べて、最後、リーユエコーはお腹いっぱいになってモラがいっぱいってわけだ。ねえ、あの大きいフックは何？見てみたい。おい、勝手に行くなよ。てか、話聞いてなかったな。大きいフック、近くで見たらもっと大きい。これは怒りといって、船を止めておくために使われるものだな。怒り、うん、覚えた。でもやっぱヒゲ船長と似てるな。ヒゲ船長？変わった名前だな。毎年僕の誕生日にお兄ちゃんは大きいおもちゃをくれるんだ。ヒゲ船長、鋼のジャック、アイアントニー、みんな庭に置いてるんだ。そうだよ、だから持ち歩けないんだ。残念。使用で工業資源を使う執行官と、それを黙認するスネージナや、今なら遺跡守衛をおもちゃだと思うテウセルの気持ちもわかるな。でも一番好きなのはやっぱり毒ガンボ。今回お兄ちゃんと会う以外に一番したいのは毒ガンボと遊ぶことなんだ。あ、お魚が売ってる？見てみたい。おい、勝手に行くなってば。お魚屋さん？リーユへのお魚はこんな感じなんだ。誰の魚が小さいって？若いのにもう冷やかしを覚えてるとはな。子供なんだから気にしないでくれ。でもさ、ここの魚は十分大きいと思うけど、テウセルが見た魚はどれぐらい大きいんだ？パイモン200匹分くらい。故郷の伝説に出てきたお魚でね、とっても美味しいんだ。この話をしたら、お兄ちゃんは海に出てお魚を捕まえに行ったんだ。数日後、お兄ちゃんがそのお魚を肩に担いで戻ってきてね、すっごい嬉しかったな。それ、本当に魚？冥界巨獣とかじゃないよな。ねえ、お兄さん、あそこの船を見に行こうよ。どうしたんだ？疲れたのか？なんか不機嫌だな。お兄ちゃんに会いたい。さっき会ったばかりだろ。でも会ってすぐに別れたんだよ。ねえ、お兄ちゃんに会わせて、お願いだから。よし、結構長くテウセルの相手したしな。ベストは尽くしたよな。講師は聖教裏の川辺にいるって言ってたし、探しに行ってみるか。やったー、行こう行こう。
話してる？君たち、俺がここに来た理由、わかるよね？いきなり何なんだ、お前。仲間になりたいならはっきり言うが、お前みたいなチャラいやつはお断りだ。想像力が豊かだね。スネーシナや女皇陛下の名において君たちの無礼を許そう。さあ我が名を聞くがいい。お兄ちゃん、今おもちゃの営業してるの？すごい、お兄ちゃんの仕事しているところを見てみたかったんだ。あ、我が名はスネージナやトップのおもちゃ売りだ。かっこいい。なんか俺たち舐められてないか？で、どうだい、3ヶ月前に出たスネージナやのおもちゃ、値段は60万モラ、一括でお願いね。おもちゃ？いくらだって？その金で医者に見てもらうつもりか？ほら、やっぱおもちゃ販売員がいるとみんな楽しくなる。もう一度言うよ、スネージナヤのおもちゃ、3ヶ月前、60万モラ、一括で。おもちゃ売りさんよ、同じ冗談も2回目は面白くないぜ。それとも単に殴られに来たのか？はあ、話が進まない。こうしよう、俺がしばらく君たちの仲間に入ってあげるから払ってくれない？ますますわけがわからない。お前ごときが報道団に入れるわけないだろ。では実力を証明するチャンスをくれないかな、先輩たち。一応自信があるからね。ふん、諦めの悪いやつだな。いいだろう、お前の実力を見せてもらおう。俺たちがここにいるのはこの付近でお宝を見つけたからだ。しかしそのお宝は手強くてな、まだ手に入ってないんだ。俺たちの前でそのお宝を手に入れたら認めてやる。もちろんそのお宝は俺たちのもんだからな。冗談はやめろよ兄貴。こいつにできると思ってんのか？入団テストってことだね。面白い、他人に試されるなんて久しぶりだ。お宝は向こうの崖だ。お前の本気を見せてもらおう。問題ない、君たちこそちゃんと見届けてくれよ。取ってきたよ。はい、どうだった？悪くないだろ。兄貴どうするんだ、こいつただものじゃないぞ。旦那、話し合うから少し待っててくれ。入団テストなんかじゃない、あいつ自分の武力を誇示してるぞ。正直俺ら3人がかりでも勝てそうにない。なあ、まさか俺たち強盗にあったんじゃないか？
でも見切れだし、さすがに俺ら窃盗団を狙うわけ。まさか何か裏が。スネージナや3ヶ月60万。わかったぞ、業界用語だ。3ヶ月前に兄貴がスネージナヤの銀行で60万借りた件、まだ返してない。借金を催促しに来たってことだな。でもなんで遠回しな言い方をする必要がある？それはな、顧客のプライバシーを守るために業界用語にこだわる業界もあるらしいんだ。確かに催促されるのは恥ずかしいしな。プロ、まさにプロだ。敵に回さない方がいい。その販売員さん、すまないが宝刀団には入れることができない。おや、不合格ってことかい？宝刀団って案外厳しいんだ。いやいや、宝刀団に入るにはもったいないってことだよ。おもちゃの状況は把握した。60万、後で支払いに行くから。なるほど、では前通り、お金さえもらえればみんな喜ぶ。そうだね。はい、まさにその通り。わあ、さすがお兄ちゃん、かっこいいね。孔子様、ここにいらっしゃいましたか？先日新兵が。ちょっと君、今お客さんがいるのが見えないかい？客？あ、失礼しました。ただ本土からの新兵がリーウェに到着しまして、指導のご準備を。今から？今ちょっと。孔子様、大変申し訳ございませんが、新兵はもうレイク館の方で待機してます。執行官の指導により、女皇陛下のご意志の洗礼を受けてもらうルールですから。今リーウェにいらっしゃる執行官は孔子様のみ。みんながあなた様を待っています。わかったわかった、行くよ。こっちの話が済んだらすぐ行くから。お兄ちゃん、また仕事？そうだよ、故郷から来た新米販売員たちが兄ちゃんの指導を待ってるんだ。わあ、すごい。僕もおもちゃ販売員になりたいから一緒に行ってもいい？それはテウセルにはまだ難しいと思うよ。そうだ、旅人のお兄さんに遊んでもらおうか。でも先に行くよ。テウセルの他に兄ちゃんを待ってる人たちがいるからね。また後でね。弟大好きなのに相手してあげられないなんて、あいつも大変だな。だよな、おもちゃ販売員とか言うから。家族に闇を触れさせないためにここまでするとはな。うん、でも悪気はないはずだ。ところで、テウセルは？話に集中してたらテウセルがいなくなった！ありえる。あいつの話を聞きたいって言ってたし、とにかくあいつのところに行ってみよう。準備完了。
し。静かに、お兄ちゃんが話してるんだから。今日から女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。極北の寒波のようにスネージナヤパレスの氷のように敵を骨の髄まで凍らせるんだ。女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、そして慎重さを期待している。なぜなら俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、例えばタコ、でんでん太鼓、リーウェの地では毒願望のライバルになるからね。うんうん、タコは面白かったね。例え話だよ。戦場もビジネスと似たようなもんだから。だから君たちのリーウェでの、リーダーとして俺の命令に従ってもらう。命令に従わなければ裏切りとみなされ、裏切りの代価としてリーウェの支部をクビになる。うわ、厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実践訓練に入ろうか。実践訓練？だって強い体は実績にもつながるからね。おい、今執行官様が実践訓練と言ったか？執行官様が自ら指導してくれるのか？光栄だ。信じられない。俺らみたいな新兵本当に大丈夫なのか？どう、問題ある？いえ。いい返事だ。さあかかってこい。凍ってしまうよ。ウサギ伯爵、出撃！サイロス、みんなを守るからね。これでも油断するなよ。判決を下す。言いたいことは分かったかな？はい。君たち俺に体を動かさせる程度にはできてるよ。つまり
新兵としてなかなかやる方だ。感謝します、執行官様。とにかく健闘を祈るよ、スネージナや女皇陛下、そして君たち自身のためにね。解散。お兄ちゃん、お兄ちゃんすごい。ん、テウセルも来てたんだね。旅人と一緒に防御旅館に遊びに行ったと思ってたよ。うわ、しらじらしい。言っただろ、強くなるためなら何でもするって。もうあの時の俺じゃないからさ。それって魔王武装のことかな。体に重い負担をかけるからね、いざという時にだけ使うんだ。黄金矢で使った後、まだ傷が完全に治ってなくてね。それに宿女じゃないから、新兵相手に使ったりはしないさ。魔王武装？毒眼棒よりも強いの？確かにそういうことになるよな。僕も戦ってみたい。お兄ちゃんみたいにかっこよくなりたい。かっこいいからすることじゃないよ、テウゼル。戦うの意味を理解しないと強くなれない。教えてもいいけど、何のために戦うかちゃんと考えないとね。僕、うん、僕ね、トーニャお姉ちゃんを守りたいんだ。いい答えだ、テウセル。スネージナへに戻ったら教えるよ。これからはトーニャを守ってくれるよね。任せて。わがままじゃない時のテウセルはいい子だな。結構リーウェにいたし、そろそろテウセルは帰った方がいいんじゃない？え、でもお兄ちゃんはずっと仕事だし、まだ一緒に遊んでないよ。テウセル、兄ちゃんは忙しいんだ。それに旅人のお兄さんと旅をしたんだろ。もうごまかせないと思ってるだけだろう。じゃあさ、一つ願いを叶えてくれたら僕ちゃんと帰るから。誰にこんなねぎるような駆け引きを教わったんだい。でもいいよ、行ってごらん。ここのおもちゃ研究所に行きたいんだ。まさか例の遺跡守衛が出てくる遺跡じゃないよな。いいよ、テウセルは俺のためにわざわざリーウェに来たんだからね。弟の願いをちゃんと叶えてあげないと兄ちゃん失格だもんな。やったえ、本当にいいのか、テウセルをあんな場所へ。お兄さんも一緒に来てよ。今回は僕が案内する番だ。おもちゃ研究所、ふん、レーク館にあるあれだね。旅人、君は子供の夢を壊すような人じゃないよね。いや、また兄弟攻撃だ。くぅ、仕方ない、行くか。
さあ、ここがリーユエのおもちゃ研究所だよ。着いた。中から機械の音が聞こえる。すごっ。ここは一体何なんだ？なんでこんなとこ知ってるんだ？前に資料で見たんだ。ここは博士のおもちゃ研究所ってところかな。博士はファリューの執行官、古いものをいじるのが趣味でね。この遺跡は遺跡守衛を研究するために改造されたんだ。え？遺跡守衛もファデュイが作ったのか？いや、あれはアビスの方に近いかな。だから我々の敵でもある。単に研究対象なだけだよ。近頃遺跡守衛が出没する理由はおそらく博士がここに飽きたからだろうね。またも性格の悪い執行官だな。テウセルをここに連れてきたのは事前に調査して安全だって知ってたからだな。いや、実はこの研究所の中がどうなってるかは全くわからないんだ。弟の安全を何とも思わないのか？まさか。危険があったら俺が代わりに受け止めるよ。弟に傷一つつけさせないさ。それにテウセルも戦う意味を理解するからね。この意味は何年も俺の心の重しになってきたわけだし。お兄ちゃんたち何話してるの？早く案内してよ。任せて。お兄ちゃん、毒眼棒は人殺しの機械だっていう人がいるんだ。まさか、テウセルもそんな怖い言葉を信じてないよね。うん、そうだよね。毒眼棒は悪いやつを倒して世界を守る僕の大好きなおもちゃだもん。うん、テウセルを守ってくれるからね。そうだね、毒眼棒と遊んでくるね。テウセル、走らない。しまった。テウセル、大丈夫かな。あっちに道がある、急ごう。兵器迅速。扉が開いた。お兄ちゃんが開けたの？
そうだよ、兄ちゃんがこの先を確認するからテンセルは待って。はあ、甘やかしすぎたのかな。遺跡守衛が吊るされてる。移送先はどこだ。テウセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。兵器神速。前にあるブロックは見たかな。力になってほしいんだ。え、僕お兄ちゃんの力になれるの。当たり前だよ。3つ数えて一緒に触れるぞ。3。気をつけるんだぞ。うわー、危ない。はあ、やっと合流できた。テウセル、怪我は。怪我してないよ。楽しかった。楽しかったのはお前だけだよ。この先は大きい部屋だ。毒願望たちの部屋かな。そうだね、広い部屋だし、かくれんぼでもしようか。え、今でも兄ちゃんはね、サプライズを用意したんだ。え、サプライズ？後で探してごらん。でもその前に目を閉じて60秒数えないとダメだぞ。わかった。60秒長いね。60 59 58。時間がない、急いで処理しよう。我が命を。48 47 46 45。お兄ちゃん、なんか聞こえるよ。それもサプライズ。楽しみにしてて。県民選挙。おとなしく捕まれ。16 12 10。
と10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。わかった、10秒だけだよ。扱ってる。でも無理やり魔王武装を使ってあいつの体はすごい。毒願望がもう少し小さかったら持って帰りたかったのにな。あれ、お兄ちゃんは？お兄ちゃんどこに行ったの？かくれんぼしてただろ。そっか、嬉しすぎて忘れてた。じゃあお兄さん、一緒に探そう。君たちでよかったよ。怪我したまま魔王武装を使うのは思ったより骨が折れる。さすがにこんな格好悪い姿はデウセルに見せられない。君はそんなことしないさ。君のことは理解してる。君は弱ってる人間に手を出したりしない。それにしてもまさかここまでやるとはな。俺はただいかなる試練からも逃げないだけさ。これがこのタルタリアが強くなる理由だからね。それに子供の夢は壊れやすい。放っておいたら知らないうちに壊れてしまう。だから守らないといけないだろう。約束したら守る。悪いことを知ったら謝る。与えた夢はちゃんと最後まで守る。あいつは俺の大事な弟だからね。どうした？何か君の思い出をよみがえらせたかな。そんなに弱ってるのにカッコつけるな。早く医者に行った方がいいぞ。いい案だね。でもその前にこれをテウセルに渡してほしい。これは毒願望の人形？ああ、鍛冶屋に作ってもらった。帰国後に渡す予定だったけど今は旅の記念品としてちょうどいい。うちの家族って幸せだな。それと俺が何も言わずに消えることへのフォローも頼むよ。手伝ってくれるよね？指切り幻満、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。懐かしいな。テウセルに教えてもらったんだね。うん、頼んだよ。どこにもいない。お兄ちゃんどこなの？本当に？
るの？だから慌てて仕事に戻ったんだ。わざとテウセルを置いてったんじゃないぞ。うん、そっか、それはいいことだね。もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。あ、これこういう独眼本もあるの？僕の名前が書いてある、僕だけの独眼本だ。気に入ったみたいだな。うん、さすがお兄ちゃん、大好き。 DU エコーに来てお兄ちゃんに会えて、おもちゃ研究所の見学にプレゼントまで、最高の旅だった。これで満足してスネージナヤに戻れるな。これ以上わがまま言ったら嫌われそうだもん。行こう。元気出してよ。準備できたかな？旅人様、テウセル様、お待ちしておりました。あいつの部下か？ええ、皇子様の命でテウセル様の帰国の件を担当します。こちらへ。誰？知らない人についてっちゃダメだってお兄ちゃんが言ってた。オイラたちは平気なんだ。だってお兄さんのことは知ってるもん。え？お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだ。トーニャお姉ちゃんが読んでくれたもん。だからすぐに分かったよ。名前は覚えてないけど。ただの偶然じゃなかったんだ。ないよ。気になる人がいて一緒に旅をしてみたいってお兄ちゃんが言ってた。テウセル様、スネージナヤ行きの船がそろそろ来ます。行きましょう。もう？お兄さん、バイバイ。僕、待ってるからね。絶対、スネージナヤに遊びに来てね。指切りしよう。指切りげんまん、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。約束だからね。気をつけてな。またな。いやあ、いたんだな。なんで隠れて出てこなかったんだ。別れは大事なものだ。今の俺、このかっこ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変だ。直接別れを告げられないのは確かに残念だけど、はあ、本来なら俺が家まで送るべきなんだけどな。部下がついてるとはいえやっぱ不安だよ。弟を溺愛しすぎじゃないか。でもなぜかテウセルを君たちに任せた時は安心できたけどね。少し前まであんなにやり合ってたのに。あ、そうだ、謝礼を忘れるところだった。今回は君たちのおかげで助かった。わー、分かってるじゃないか。それと約束も忘れないで。
いつかまた俺と勝負してくれ。執行官の誇りをかけて。まずは体を治してこいよ。いじめだとか言われたくないからな。今度勝負した後、君たちをうちに招待しよう。トーニャとアントンを紹介するよ。俺の自慢の家族だ。ああ、テウセルとの約束もあるしな。テウセルもきっと楽しみにしてるよ。ああ、楽しみだな。君たちとスネージナヤで会う日が。